にせよーマジですはいということで「涙の女王」8話見ましたはい皆さん大変お待たせいたしましたもう語りたくて語りたくてたまらなかったんですがちょっと初心者はありましてはい取り直したりしておりました申し訳ございません <laughs> あの本当はねあの速報っていう形で出したかったのでこの動画を出さないってこともできたんですけどやっぱり8話ってすごい大事な書いてあったじゃないですかで私にとってもすごく印象的だし韓国ドラマ史に残る衝撃が走った内容でもあったと思うんですねなので ちょっとどううしても語りたいということととこですいませんちょっと時系列遅れてしまったんですが8話のレビューをしていきたいと思いますでは早速なんですけれども、まあ、8話どういう風に始まったかっていうと水族館のシーンから始まりましたで前回はその離婚に関してすごく事実を知ってしまったみたいなすごい辛いシーンで終わったと思うんですけどこの8話はそこを一掃するかのようなもうそんなことがあったとは思えないようなヒョヌとヘインのもともとの慣れ初めというか、まあ、プロポーズのシーンから始まりましたでそこが水族館の貸し切り のシーンだったんで、すよね。でまさか、プロポーズを仕組んでるとは思わなくて、もうデートだと思ってたんですけど、まあ、今までね、こう、ヘインもヒョヌを落とすために、お金と権力をフルに使って、ヒョヌもちょっと騙されてるみたいな感じで、なんか人々が私たち、僕たちをこう、二人っきりにしてくれてるみたいだね、みたいなセリフもあったぐらい、ピュアだなぁ、みたいなところで始まったっていうのも、なんかすごく印象的だったなぁと感じました。そそれを経緯を知知っっててかかから、ののの離婚の事実が,ヘインが知るのかどう,かっていう ところに移っったたととと思思うううんでですす。けど、ど、まあ、ちょがが記憶がないっていい状況で、えっと、終わったと思います、えっと、そこからまあ続きに入るわけなんですけどやっぱりこのドラマってウォーミングアップしてくれなくてああそうだったっていう内容で今回も始まりましたよねヒョヌの優しいなって思ったところはヘインにちゃんとその離婚を準備してたっていう事実があったことをちゃんと正直に伝えてたところですねあそこって普通の韓国ドラマ従来の韓国ドラマでいくとおそらく嘘をついて わし,だましこう夫婦生活続けてなんか友達とか家族とかひょんなきっかけでなんかバレちゃって実はみたいなのでちょっとね波乱が起きるっていう展開が非常に多いのかなと思ったんですけど今回はちゃんと正直にお伝えしているっていうところでいや優しいなって思いましたでそこ伝えるのって正直難しいことだしヒョヌにとってもその簡単なことじゃなかったと思うんですねただヘインののこことととを考ええるるただでさえ自分の記憶がなくなくっってるっていうところでも 非常にショックなのにまさかヒョヌが離婚の準備をしてたことをまあ、自分が知っていてそうまあいろんな行動してたっていうのを思い出しちゃうと余計にまあ、2倍辛いじゃないですかだからこそ自分の言葉でちゃんと伝えてあげてるのかなっていう気もしてすごくね優しさを感じたある種ね優しさを感じたシーンだったなっていう風に感じましたでそこからですよ離婚に関して弁護士と話し合いがあるらしいみたいなシーンに移ってでその時ちょっとね亀尾出演の噂はちらほら出ていたのでまあ 今回どっかで来来るのかななんんてていう風に思ってたたでですけど来ましたねでも私足跡足音っていうかもう歩き方でなんかちょっと分かっちゃったえまさかあの人と思ってで、出たらソンジュンギさん登場されましたカサノーってもう,もう私ヴィンチェンツォ本当に大好きで、ね、ヴィンチェンツォのロケ地巡りしに韓国まで飛んだぐらい本当に大好きな作品の一つなんですよねでヴィンチェンツォカサノさんは結構私の、まあ、タイプというかそうですね、まあ、好きな性格 っていうこともあってキャラクターとしても大好きなんですよだからもう見た瞬間もうやばいかっこいいみたいな最高っていうのを本当に思って で、いろんな作品がその中にも出てきたりとかもして、めちゃめちゃ嬉しかったです。で、まあカメオでね、しかもヴィンチェンツォカサの弁護士っていう役で出てきたっていうのが、マジで最高で、なんかだいたいまあ銀行員とかスーパーの人とか、まあ通行人とか、昔の元カレ、元カノとかでカメオ出演出てくる。そしてまあ役名はそのドラマオリジナルのものだったり、まあ、以前出ていたものの役の名前で出るっていうことが韓国ドラマ非常に多いんですけど、今回。 作とか関係なくソンンンジュギさんがヴィンチェンツオカサノだって他の二人とさ共通点マジでないからさヴィンチェンツォではだからそこでヴィンチェンツォカサノとして出てきたのはすごい嬉しかったなっていうところと、まあ、あとドラマをたくさんソンジュンギさんのドラマを見ている身としてはもともとさヴィンチェンツォさんにはなんかいろんな噂があってみたいなで財閥系の末息子だとか狼少年とかあとは元海外派兵だったりとか宇宙船がどうたらこうたらとかなんか過去作品をまるっと含めてくださっててそれもすごく ね嬉しかったですなんか見てるドラマファンからしたら なんてことっていうね。で、しかも、直接的ビンチェンツォーでは直接的な絡みはないけど、キムジウォンちゃんとは、太陽の末裔でもね、長いこと一緒に撮影してた仲間ですから、久々にね、ユンミョンジュとユシジンというね、並びを見れたっていうのは、もう非常に、太陽の末裔ファンとしても、あの、すごい歴史的な日になったなと思いました。この、ビハインドもね、流れてるんですよ、もう。つい最近公開になって、ソンジュンギさんのシーンの、まあ、どういう風に撮られたかっていうところだったんですけど、ソンジュンギさん自身も、キムジュンちゃん が今まで一緒に撮影してきたけどこんなにもうオーラを発するっているところはあまり見たことなくてすごく感動しましたみたいな話をされていてやっぱり変って特別な役柄なんだなっていうのをね個人的に感じましたでこの作品全体的にこう愛の不時着をちょっと匂わせるような演出とかキャストの配役とかが結構あるんですねプラスして、まあ、今回ソンジュンギさんが出るってまあ並大抵なことじゃないんですよでなかなかカメオとか出ない人だからもうマジでって感じ じではあったし、なんか業界が震えるじゃないけど、この涙の女王がいかに本気でこう制作してるかっていうところが垣間で見える結果になったんじゃないかなと思うんですけど、ってことはですよ。ってことはもう最終回はやっぱりこうヒョンビンさんだったりソンユジンさんみたいな愛の不時着でも主役級をね彩った方々がカメオとかで出てきてくれたりしないのかなどうなのかなっていうのをちょっとねドキドキしちゃってるっていう点もございます。本当にカメオ出演なの大丈夫っていうぐらいし 長かったですよねだいたいカミオ出演って長くて3分とかなんですよ。3分もないか一1分、2分ぐらいで、なんか一言二言会話して、あー出てきたねっていうのがセオリーなんですけど、今回わざわざ、なんかヴィンチェンツオっぽい、悪は悪の方法で成敗するぞみたいなシーンもあったりとか、あとカバンとかにちょっと血っぽいのがついてたりとかして、ワオってなるとか、なんかちゃんとイタリア語でね、カサノの性格を表してるようなセリフを言うとか、ほんとところどころに作品へのリスペクト がこうう垣間見えるといいかドラマファン歓喜みたいなだってさ、こんなところでさ、笠野さんに会えると思わないじゃん。私も心の準備できてなかったからさ、まさか、村純義さんとして出てくると思ったから、なんかまさか笠野さんが出てくる。笠野さんって言ったらもうなんか近所の友達みたいな、なんかね、近所の磯野さんみたいなテンションで言っちゃってるけど、もう笠野さんが出てくるとは本当に思わなかったから、もうテンション爆上がりですよ。もう離婚がどうなんてどうでもいい。もう笠野さんが出てきたことでもううわーってなってましたけど、やっぱりめんどくさいことがね、 嫌いな。笠野さんはあの離婚のねことに関してもあの面倒くせえみたいなこと言ってましたけど、離婚の原因がね。性格の不一致っていうところがあったと思うんですけど、あれも面白いなんてちょっと思っちゃったんだけど、そのセリフ聞いて。まず一番最初に本当に申し訳ないんだけど、私はソンジュンギさんとソンヘゲさんの離婚の時の文章を思い出してしまって <laughs> で、あの時もあの二人が性格の不一致って言ってたんだよね。確かね。そのセリフをソンジュンギさんに言わせたっていうのもなんかちょっともしかしたらそういう意味はねないかもしれないけど、そういう風に。言える ようになったんだなーって思うとなんかすごい感慨深いというかなんかすごい世の中になったものだなーと感心しました笠野さんかっこよかったからちょっとこっからまだね離婚の声明について話し合うみたいなところだったと思うんですけどもうちょっと話し合ってくれないかなっていう後半戦もぜひどっかで出てきてほしいなっていうまたあのめんどくせやなくそったれみたいなセリフちょっともう一回見たいなっていうところあるのでぜひご検討お願いしますで、ね、笠野さんが出てきたとしてもやっぱり辛いシーンでしたよね笠野さんに 夢中だったけどで、そっから、私が、その、傘ので盛り上がってた中で、ハッとしたところで行くと、ヒョヌが、声明文とか、なんか、何でもいいです、みたいな。で、何を言っても、真実とは、ちょっと違うんで、みたいなセリフがあった時に、あ、そうだったと思って。そう、答えはヒョヌの中にしかないんだっていうのが、すっごい辛かったですね。そこから、まあ、電車でね、ちょっと回そうみたいなシーンで、お家に帰ろうみたいなんで、地下鉄の2号線に乗ってるシーンとかもあったと思うんですけど、地下鉄で、外を見るシーンとかは、キム・ジオンちゃんが出演されていた、私の解放日誌 すごい思い思起こさせるようなシーンで私の解放日誌もずっとね外を向いてたんですよね電車で電車のシーンがすごく多くて郊外に住んでるから職場までの電車でのまあ1時間半ぐらいかなそれぐらいの距離をまあ自分と向き合う時間みたいな形で自問自答したりとかなんで自分は働くんだろうとかっていうのを考えながら演じていたのでなんかそこと重なる部分もあってすごく印象的なシーンとなりましたプラスしてね地下鉄のまあおそらくだけど、まあ、2号線クソ韓国でいうとこの2号線ってめちゃくちゃ混むんです だから、夕暮れ時とか、それこそ、大勤ラッシュ、通勤ラッシュ、えぐいから、普通にリアル現実で考えると、多分、ああやって、美しく二人で余裕を持って、綺麗だね、みたいな感じで、思いふけながら、こう、帰っていくみたいなんて、多分、不可能に近いんだろうなっていう。ちょっとね、リアルをね、感じたりもしてしまいました。で、まあ、その日の夜ですよね。その日の夜に、変異が、こう、ヒョヌンのね、いつものコースをたどるみたいなことをやるわけですよ。その頼ってる時に いいいつもヒヒヒョョヌヌがが行く定食屋さんで、で、まあ、弁護士ののとヒヌが喋ってて、てる話をを聞聞、まあ、本心を、ね、聞いてしまうわけですよね。そしたら、まあ、ヘインの横にただ痛い,いだけなんだっていうことを聞いて今までこう会長に呼び出されてたりとか、まあ、そういう背景もあって友達付き合いできなかったとかいろんな真実がね明らかになって、まあ、それでちょっと涙を浮かべるというかなんかこうグッと来てる変異を見てもすごくねどんなにピュアな子なんだろうっていうところはねすごくねこう気になったというかもう本当にいた,たま 止まれなくなくったというか、まあ、辛いシーンではありましたよねでそこからまあいろいろな事実が発覚していくわけですがまあ大方予想してたユンソンとあとモスリさんが親子関係だったっていうところはおばさんのファインプレーにより発覚しましたよねすごかったでまあそれはそうなんだけど、まあ、普通に考えて前回から言ってるけど他の家族を家に招き入れるって相当やばいから早くどうにかした方がいいと思うって思ってた矢先に会場倒れちゃいましたよねヒョヌもこう色々操作をして していてで操作をしている中で会長にまあ、今将棋だったか囲碁だったかちょっと忘れちゃったけど打ってるって言った中でじゃあ聞いててくださいみたいな感じでその親子関係で会長の株がまどうこうなってました非常に危険な状況なので元々契約にあった条項をま外してくださいみたいなこと言ったら倒れちゃったんだよねでそこで皇帝後見人みたいな人がもう茂生さんになってたから茂生さんに経営権がいっちゃって本一族が追い出されるっていうところまでやりましたよねで財閥一家が追い出される事案なんま。 まあないわけよ。なんかやらかしたとしても、そのやらかした本人が懲戒を受けるとか、会長が捕まるみたいなことはあるけど、一家で追い出されるみたいなことって、まあないから、ここからどうなっていくんだろうっていうところが非常に気になる展開となりました。それこそ、ヒョヌのお母さんとかさ、ヘイのお母さんに会って、離婚の事実っていうところが明るみになった時点で、えっと、息子の育て方が間違ってましたみたいなこと、ヘイの母に言うわけですよね。で、言ってたけど、でもヘイのお母さんも,も、すごい意地悪だからさ、それでバイ 賞金を高く取ろうとしてるんでしょうとか録画してるんでしょうとかすっごい必要なこと言ったわけじゃないですかなのにそうみんなでゾロゾロと来たからめちゃくちゃ罰の悪そうな顔してますよね <laughs> なんかもうそれもなんかすごく味があっていいなぁと思いましたあのお母さんすごいねいろんなドラマに出てくるよねもうここから今までね超リッチな生活を送ってた本一族がおひょの,のね田舎に行って多分共同生活をね送っていく再起までね送っていくみたいな流れになるのかなぁと思うのでちょっとそこはねどういう展開っていう感じではあるんです 届けてていいきたいなと思っていますそして私が今回一番なんかちょっと見方が変わったというか心を動かされたのはヘインの弟スチョルくんですね。で、スチョルくんはこれまでこうただ嫌なお金持ちのおバカな弟っていうイメージだったんですよ。本当にごめんなさい。本当にごめんなさい。だったんですけど、まあ7話で家族愛みたいなところをちゃんと見せつけて、で8話でこう家族を守ろうとするけど不器用な夫みたいなに裏返すっていうところをやってたと思うんですよ。その がせっかく評価をひっくり返そうでしてたひっくり返してた段階だったのにもうそこに奥さんと子供はいない。 ってい,うね、いやー、なんか、もう辛すぎるし、こういう伏線回収になるとは思ってないよね、さすがに。なんか奥さんが、こう、バレて、なんか色々やるみたいなのは、ちょっと予想できてたけど、まさか子供まで一緒に行って、まあ、グレイスもね、なんか、ついて行ってたりしてましたけど、だからそこはすごくね、びっくりしましたね。で、会社でのスチョルって、すごく頭も悪いし、仕事できないし、ちょっと微妙なんですけど、やっぱお父さんとしてのスチョルは最高にいい人で、だって自転車練習したりとかもしてたじゃないですか。 だから、ってたじゃないですかだからこう子供に一番ね、愛情を注いでたんだなって思える印象的なシーンでしたし、その後、会長が倒れて、モスリさんが現れる反乱が起こってた時にも、モスリさんの話は置いといて、一人だけすごい上の空でもう、ポカーンってなっちゃってましたよね。で、会長のことがあったから、もうどうしようどうしようってみんななってたと思うんですけど、とはいえ、チチョルのこともみんな分かってたのかな。そこ どうだったっけっけていうのがねちょっと私が見落としちゃってただけかもしれないですけどそこも気になるなと思ってそしたらなんか追い打ちをかけるように結構大変なこと続くししかもね変異も病気だし離婚してるしってもう本一族なんか呪われてるから早くお祓いかなんか行った方がいいんじゃないかしらと思うぐらいですよねその会長が倒れちゃってヒョヌのお家に行くまでの過程も多分色々揉めたりとか色々あったと思うのでそこもじゃあどうなんだっていう話を今週本当に楽しみにしたいと思います この、ね、涙の女王のおかげでもう私毎週が本当に楽しみで私の夫と結婚してとアイラブユーのロスだったわけなんですけど徐々にねあの回復してましてそういった方も多いと思うのでもしねここまで見てる人はきっとまだ見たことないっていう人は少ないと思うんですけどもしまだ見てない方がいたら是非見てください。めっちゃ ちゃんおもろいです。視聴率も愛の不時着たちにもね、迫る勢いで人気に火がついてる韓国ドラマですし、いろんな芸能プログラムだったり、あの番宣を見てもすごく力入ってるなっていうのが垣間見える、そんなドラマになってるので、ぜひね、みんなで一緒にカンドラの歴史を塗り替える瞬間を一緒に目撃しましょう。<laughs> ちょっと配信が遅れてしまって本当に申し訳なかったんですけれども、また土日更新され次第、涙の女王をレビューしていこうかなと思いますので、見た方はぜひコメント欄にコメントよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。